Et c'est reparti, on fait encore une heure. Deux missions, enfin oui, deux missions plutôt. Une heure, on verra si ça fait une heure, mais ça fait deux missions. On va faire le chapitre 4. Alors, qui va combattre? Est-ce qu'on va pouvoir essayer double drive ou pas? Mana ou Momo? Bon, c'est bon, on pourra faire un double drive. Et là, je sais pas qui c'est qu'on aura. Je suppose qu'il faut lancer un drive pendant qu'on est en drive. Ça s'appelle double drive, donc je sais pas. Ouf. ところがガラ空きだよ、お姉ちゃん。それ。お父さん、参りました。さすがに格闘で負けるわけにはいかないよ。思ったようにうまく動けないな。お姉ちゃんは刀専門だもんね。刀を抜くと生き生きするし。 Oui, bah j'aurais bien que je puisse me retaper avec elle parce que ça fait longtemps. Watashi sonna ni kawaru? ギャップ萌えってやつだよね。ええ、やだな。喧嘩が好きな女の子だと思われちゃう。お姉ちゃん、もう一本行こうよ。うん。今度は負けないからね。はい、みんな、ちょっと集まってもらえる？理事長先生、こんにちは。訓練中に何の用だ？くだらないようなら。 理事長といえども殺すと。ちょ、モモさん、理事長先生に何てことを言うんですか。今の冗談、冗談ですから。冗談。私は冗談など言わない。うんうん。殺せるものならいつでも殺しに来なさい。では、その当社モニターの中から出てこい。それはちょっと無理ね。 相変わらずデスクワークが忙しくてってが話せないの。卑怯者はいつか殺してやる。ねえねえ、いつでも殺しに来いって理事長先生もちょっとずれてるよね。<笑>理事長先生もバルキリーらしいから。あなたたちピクニでの生活にはもう慣れたかしら。はい、すっかり。 皆さん本当によくしてくださるので、私は食堂が気に入った。何を食べても美味しいんだもん。ランカちゃん、ビクニに来てから少し太ったんじゃない？食べた分はちゃんと訓練で消費してるから平気です。お姉ちゃんこそまた胸が大きくなったんじゃない？なってないよ、なってないと思う。でも最近ブラがきついかも。じゃあさ、 今度は越後屋に下着を買いに行こうよ。あの店、なんでか知らないけど、下着の品揃えが半端ないよね。え、お買い物か。ももちゃんとまなちゃんも一緒に行かない？興味ないな。私のことは放っておいてくれ。でもももさん、ポイントが結構溜まってるんじゃありません？必要があれば使う。それで問題ないんだろ？ ええ、貯めたポイントの使い方は自由よ。たくさん貯めてエリート区画へ引っ越す子もいるわ。そんなことができるんですか？ええ、それなりのポイントは必要になるけどね。エリート、素敵な響きですね。生活していて不満な点や問題はない？ なんてあるわけがありません。ね、ももさん。そうだな。強くなるためなら、何でも利用させてもらうまでだ。それを聞いて安心したわ。あの、どうしてこんなによくしてくださるんですか？あなたたち、 VR クラスの生徒には特別に期待しているからよ。特別に期待ですか？でも私、自分が特別扱いされるような 優れた生徒だって自信も自覚もありません。心配は無用である。
お前たちの能力を引き出すのは我らの仕事ゆえ。金剛先生をはじめとしてこの島の守護神である獅神は優れた指導者でもあるのよ。そうね、そろそろ他の先生方も紹介しておきましょうか。おお、金剛先生に初めて会った時も驚いたけど、これがビクニを守護する獅神。私たちの先生。改めて名乗ろう。我は獅神が一中金剛。お前たちに力を伝える任を負っている。ヴァルキリードライブとは力と力のぶつかり合い。その身を鍛え力を蓄えよ。おお、やっぱり金剛先生はかっこいいね。はじめましてお嬢さんたち、私は獅神の一人ゴーザンゼよ。あなたたちに技を伝えます。芸術の域に達するまで高めた技の報酬こそがヴァルキリードライブの神髄。あなたたちに美しい戦いというものを教えて差し上げましょう。なんて美しい。強さも極めれば一種の美になり得るんですね。獅神が一中大威徳とは俺のことだ。俺が教えるのは心だ。戦いに必要なのはハートの強さよ。俺がみっちり叩き込んでやる。楽しみにしろよガキども。心、私には分からない概念だ。しかし獅神の強さは本物。その強さ必ず手に入れてみせる。ごきげんよう皆さん。私が獅神の王者グンダリです。共に修行に励み、一日も早く VR ウイルスを治療しましょう。この先生強い。他の獅神の先生とは別格だ。私にもそれが分かる。見られるだけで背筋が凍りつきそう。世の中にはこんなに強い猛者がいるのか。治療プログラムの進路に伴ってそれぞれの先生に従事して修行を行ってもらいます。なに、難しく考えることはね。すごろくだと思えばいい。強くなった分だけ駒を進めて指針それぞれの管理エリアまでたどり着けば相手をしてやる。オッケー。1年間の修行を経てグンダリさんに挑戦できるようになること、これがあなたたちの当面の目標だと思ってくださいね。金剛先生から合格点をもらえたら次はゴーザンゼ先生について修行ができるわ。月影とバイオラはどこまで進んでるんですか？ついでに満腹丸も。バイオラさんと満腹丸さんは現在ゴーザンゼ先生に訓練を見てもらっています。金剛先生からは合格点をいただいたということですか？おばさまぞパッタルモダモス。いかにもである。月影さんはその先大威徳先生の指導を受けています。2段階も先に入党が遅れたとはいえ、私たちはそんなに遅れているんですか？なに、小春は比較対象にならんぜ。あれはビクに始まって以来の天才だ。あふれる才気に真面目な性格、しかも可愛らしいのですから、教えがいがある生徒ですわ。お言葉ですが先生方は月影さんを買いかぶりすぎでは。何が言いたい？彼女が大威徳先生までたどり着いているというのなら私にだって余裕です。明日にでも追いついてみせましょう。ご規制の筆頭にふさわしいのは月影さんではなくこの私なんですから。ストイルでウザピテアンカブラポリプミア。言い過ぎだよ。ヴァルキリーたるもの、そうでなくてはいかんのである。その言葉が偽りでないのなら明日とは言わず今日追いついてみせろ。今日どういうこと？我と拳を交えよ。カプサラアラガシュ。お前がどれくらい成長したか見せてもらおう。
を認めていただければ、ゴーザンゼ先生にも挑戦を。ああ、ゴーザンゼにも勝てば大徳への挑戦もだ。よかろう、グンナリオ。いいでしょう。ただし、合否の判定に一切の異論は認めません。それで構いません。指針に勝てとは言いません。あなたもバルキリーとしての覚悟をお見せなさい。我らはエリート区画にある塔のてっぺんで待つ。準備ができたらいつでも来い。余興と思えば悪くねえ。楽しみにしてるぜ、ジョーちゃん。では後ほど。あの、グンダリ先生、一つだけ聞いてもいいですか？何でしょう。グンダリ先生は私たちに何を教えてくれるんですか？私はバルキリーにとって一番大事なことを伝えましょう。私たちにとって一番大事なこと？それが知りたければ治療プログラムを進め、私のところまでたどり着くことです。ではまた会いましょう。あれが指針か。あの連中を全員倒せばこの島で一番強くなったということか。その解釈で間違いないわ。なんだか大変なことになっちゃったね。先生方も基本的には戦うのが大好きだから根っからのバルキリーなのね。本当にやるの、マナちゃん？やる気に決まっているでしょ。2階級特進のチャンスですよ。いえ、ことと次第によっては筆頭の座も手に入れられるかも。やらない理由はないでしょ。負けたってペナルティーがあるわけではないんですし。そりゃそっか、稲川頭いいね。では早速エリート区画へ向かいましょう。面白くなってきましたね。いよいよ私の野望の実現に向けて第一歩を踏み出す時が来ましたね。野望だか無駄毛ボーボーだか知らないけどさ。何を突然言い出すんですか。私はツルツルです。一人で行くつもり？パートナーはどうするの？まるで考えていませんでした。ではリンカさん、パートナーをお願いします。嫌だよ、私まだ先生たちに挑戦できるほど強くないもん。仕方ありませんね。ではランカさん。私は組まないけど。なんでですか？私まだまだ金剛先生に教わりたいことがいっぱいあるし、焦らなくてもいいかなって。それにお姉ちゃんを置いて一人だけ治療プログラムを進めても意味ないもん。そうですか。パートナーがいないのでは満足に戦うことができません。では今回のお話はなかったということで。私を無視するな、殺すぞ。はあ、いたんですね、モモさん。私が組んでやる。ええ、うん、そうですね。リンカさん、満腹丸さんを呼んできていただけますか？え、でもどこにいるかわからないよ。私が組んでやると言ってるんだ。私にだってパートナーを選ぶ権利はあるでしょ。そんなものはない。行くぞ、稲川。こうなったら開き直るしかありませんね。行きますよ、ももさん。目指すは2階級特進です。でさ、ももさん、よろしく。Sur ce zoom a toujours reset.
この程度造作もありません。まだまだ楽しみましょう。ふっ、おいきなせ。50コンボ突破、100コンボ突破。ふっ、貫きます。えい、はい、おいきなせ。舞い上がりましょう。仕留めます。おいきなせ。Ah merde, c'est le début ça. Pas fait de ce côté, pas de surprise, il y a pas de surprise. Ok. Ah, un TP. Mais c'est juste un TP, c'est pas une mission secondaire, merde. これで私たちを倒せるとでも。そこ行けますよ。当てます。ダギャーです。はい、くんで50コンボ突破。100コンボ突破。当てます。進みましょう。これで私たちを倒せるとでも。そこ。仕留めます。空がお似合いですよ。読めますか。Arrête de me lancer ta merde là. まだまだ楽しみましょう。あ、もう楽しいおかわり。そう、あら、舞い上がりましょう。仕留めます。舞い上がりましょう。それ以上です。舞い上がりに切りました。当てます。空がお似合いで。仕留めます。舞い上がりが目立ちます。空がお似合いですよ。
Ah, je me suis pas transformé. Ah, la Congo. Avoir deux barres de chargé, je sais pas. Ah oui, c'est un peu différent. Voilà. Tu l'as devant, oh, je crois que ça va être cool ça. Tu veux pas venir taper là avec ton truc là? Fais pas des missiles là. Ah, sa queue, je peux niquer sa queue. Vachement sa queue hein. Ah putain, elle s'en va des bordeaux. Hop.
barre-toi. Ça ne marche pas. Et c'est parti pour un tour. Non, on a réussi à l'esquiver. T'arrêtes avec les trucs Pas l'air très motivé, hein. Oula. C'est parti pour un tour. Aïe. Ah merde. Ah mais il m'a tout shot le mec, quoi. Ah la saloperie. Ah, je me suis double pris le missile, quoi. Saloperie. On peut se taper du début. Hein. Bon, ce que j'ai déjà fait, c'est déjà pris, d'accord. Bah ça marchait hein, ce que je faisais hein, c'est juste il restait pas tellement de vie en fait hein, mais je me suis pris son missile de merde. Le fait qu'on n'ait pas de vie aussi ça m'emmerde un peu. Hop, faut que je me retape toute la tour. Oh. Pas un raccourci vers en haut, non? Arrêtez de couper, c'est chiant. Allez.
J'attaque plus comme ça le boss. Bon, t'arrêtes de... Maintenant qu'on connaît ses patterns, c'est bon. Allez, go. Je sais pas si c'est un full heal la transformation comme dans celle de Rinkagura. Sinon, il faudrait attendre avant de la faire. Mais... ta gueule là, tu vas pas me commencer avec des missiles directs là. Marche mieux là. Je peux pas me toucher, je suis collé à toi. Bientôt à poil. Ah,
Ah. Quand tes attaques, j'ai rien vu passer. Allez, ta gueule. Même pas la double S, je suis dégoûté. Pourtant j'ai pas perdu de temps hein. Plein de level. C'était pas plus efficace, c'était complètement cheaté. Attaque au sol, il n'y a pas eu. Attaque au machin, il n'y a pas eu. Il a pas fait tout. Il a fait une roulade, c'est tout. Personne ne voulait ce poste, alors il faudrait bien filer quelqu'un. この島で高い知恵を得て誰よりも優位に立ちたいのだな。それは不純だと言われるかもしれませんが、私はそうしなければ。それでいい。え、それが己にとって正しいのだと心から信じておればいいのである。その心の強さこそが稲川さんの長所でしょ。正しいと信じるからこそ、お前は人一倍の修練を積みここまで来たのではないか。はい。なればそれがお前の行く道である。はい先生。一方で指針の強さしかと見せてもらった。惜しいのである。力はあれど心が伴わねば強さとは言えぬ。言っている意味がわからないな。であろうな。いずれ倒す。遠くないうちにだ。己がヴァルキリーであるということを忘れるな。まことに惜しいのである。もう少し様子を見ましょう。まだ判断を下すのは早いわ。うん。Next, ça va être qui? Ah merde, j'ai oublié. Évidemment, j'ai oublié. En fait, mira, je pourrais quitter. Et relancer l'histoire. Mana-chan, daijoubu? Kega wa nai? Tobasu yo. On va le relancer. Ah oui, moi je vois un X, j'appuie. Ah bah toi aussi. Ah bah super, on s'est fait spoiler la gueule. Je veux pas Phantom d'affaire là. Bon, on va falloir se taper le gros avec l'autre.
On va prendre la même histoire. Hein. Ah bah si, il y, y a des petits cœurs même intermédiaires. Bah, faut les faire. Faudra y penser maintenant. Histoire de rentabiliser tout ça. どれにしようか。これに決めた。誰と交代？マナちゃん。では、僭越ながら。どれにいたしましょう。ちょっとさ、もうビートパ。決めました。ステータスを確認するのね。Pas très vite. C'est pas la folie. Mais bon, ça monte oui. Allez, on va faire le boss avec l'autre. Donc on va se marrer encore. On va faire la même technique, hein. En plus, elle a son double machin, on l'a pas vu encore. Ah par contre elle est pas chargée. Ah non mais non mais oui mais ça démarre direct sur le boss. Je peux pas me transformer direct. Ah c'est nul. Oh, on va taper à deux à l'heure. Mana-chan, daijoubu? Kega wa nai? Eh, Kongo-sensei ni tekagen shite itadakimashita kara. Sugoi tatakai datta kara shinpai shichatta yo.いくらすごい戦いでも合格点に達しなければ意味がありません。マナちゃん、そんな言い方。そうだよ。金剛先生も褒めてたでしょ。次にやれば合格できるって。もちろん、次は必ず合格してみせます。明日にでも再挑戦するつもりですから。あれ？落ち込んでるかと思ったら、そうでもないみたい。そうだよ、マナちゃん。一緒に頑張って訓練して、また金剛先生に挑戦しよう。自分の力を見誤らないことだ。でないと、稲川のような目に遭うぞ。まるで金剛先生と戦って損をしたみたいな言い方をするんですね。だが、負けは負けだ。意味のない戦いだった。負けた戦いに意味がない。クズ竜、それ本気で言ってるの？いや、change avis toutes les 3 secondes aussi là-dessus。本気だと思う。何言ってんの？超熱かったじゃん。見てる方も手に汗握るっていうか、稲川も金剛先生も頑張れって胸がドキドキしたよ。きっと稲川は今の戦いでまた一つ強くなった。ランカさん、クズ竜は一緒にドライブして何も感じなかったの？そんなわけないよね。あんな戦いを見せられちゃったら興奮して夜寝られないかも。私もあんな戦いしてみたい。ならばしてみるか。え？遠慮する必要はないのである。今ここで胸を貸そうぞ。あ、いや、あんな戦いをしてみたいって言ったのは将来的な話であって、今すぐって話じゃないんです。あの、夜もちゃんと早く寝るし。本心か？本心かって、あの、そのランカちゃん、お姉ちゃん、違うよ、違うの。だってお姉ちゃんはまだ金剛先生と戦うつもりないんだもんね。訓練ならともかく、私はこういう大事な戦いでお姉ちゃんと組む気ないし。だからお姉ちゃんがやらないって言うなら全然やりたくないし。やろうよランカちゃん。え、実は私もマナちゃんたちの頑張りを見ているうちに胸がギュッて熱くなっちゃって、自分はまだまだって自分で思い込んでたらずっとたどり着かないよね。
それを教えてもらった気がするの。うん、よく言った、リンカ。それじゃあお姉ちゃん、金剛先生と戦ってもいいの？うん、私と一緒に組んで戦ってくれるの？もちろんだよ。私もランカちゃんと一緒に金剛先生に挑んでみたいの。まだ戦いたくないって言ったり、やっぱり戦いたいって言ったり、わがままでごめんね、ランカちゃん。そんなことない、そんなことないよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんはきっと私が金剛先生と戦いたいって言ったから申し出てくれたんだ。わがままなのは私の方だよ。ありがとう、お姉ちゃん。やば、ワクワクしすぎて鼻血出そう。ランカちゃん、戦う前から大丈夫？平気平気。言っておきますが、半端な強さではありません。浮かれすぎないことです。わかってる、思いっきりやるだけだよ。やるのかやらぬのか。やります、お願いします。金剛先生、頑張ろうね。何が何でも合格点を勝ち取ってみせるよ、お姉ちゃんのために。前置きはいらぬ、始めるぞ。思いっきりいくよ、お姉ちゃん。 Bon, on va faire la même strat, hein. Épaule.Mais sans la transfo. Et merde.Ah bah oui, là bas.Ah bah oui, ça marche pas. Non, pas la queue.Ah bien, ah oui, c'est qu'un drive, donc faut bien avoir deux trucs pour faire un double drive. Bon, au moins ça vous montera plus vite là. Ok, ça marche plus. Plus.Elle est un peu plus chiante, hein. Alors, ouais, le Phantom Dashing, Dodge Ride, Before Attack Hit. Ah, ouais, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je lui fais pas de dégâts, genre à peu près zéro. Je comprends rien pour le coup.Non mais je lui fais zéro, je lui casse juste ses trucs, hein. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas son fantôme dash. Comment ça fait dur?
Ça commence à lui refaire des dégâts. En fait, je pense que je faisais pas de dégâts parce que c'était le tutoriel de merde. Que j'ai pas compris. Oui, enfin, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Hein. Bon, tu te calmes. Pas ça non plus, je voudrais, c'est son épaule, putain! Épaule! Merci! Ah non, ça lui fait mal. Bah. Des fois. Ça va calmer. Oui, t'as le droit de sélectionner le bon truc là quand même, putain! Non mais je peux pas suivre le tuto, je comprends pas le tuto. Je sais pas ce qu'il voulait que je fasse le tuto. Puis on met pas un tuto sur un boss quoi, n'importe quoi. やれることは全部やった。ドライブを保つのだって、これ以上はもう。よくここまで成長した。見事な力を見せてもらったのである。ジョー先生。合格である。ジョー。やったね。自分の力を全部出し切れた。お姉ちゃんのおかげだよ。おめでとう、二人とも。このままゴージャンジ先生にも挑戦してみる？無理無理、絶対無理。もう足腰立たないです。今やっても先生に対して失礼なだけだと思うから。賢明な判断ね。接近戦で我に伍するとは驚いたのである。才能のなせる技か、それともパートナーへの思いの強さなのか。でも金剛先生の鎧に傷一つつけられませんでした。割といいのが何発か入ったと思ったんだけどな。気にするな。我はビクニを名乗るためこの身を要塞としたのだ。
例えばそう戦車の砲撃くらいでは賭けもせぬのである。うわ、マジで？マジである。それよりも格闘で金剛先生に直接触れられるバルキリーがこの世に何人いるか。それって褒めてます？褒めてますよね。お姉ちゃん、私褒められちゃった。調子に乗らないの？でも頑張ったね、ランカちゃん。なるほど、理事長がご規制に期待をかけるのも理解できるのである。あの、これでランカちゃんと私はゴーザンゼ先生の訓練を受けることができるんですよね。治療プログラムの進行上そうなるわ。マナちゃんとモモちゃんも一緒に訓練を受けられるようにしてもらえませんか？どういうことですか？私たちの力がマナちゃんやモモちゃんとそれほどの差があるとは思えません。それに私たちが強くなれたのはみんなで一緒に訓練を積んだからです。全員同時に治療プログラムを進めた方が効率がいいということね。その通りです。だから理事長先生、お願いします。あ、comment elle le fait à l'envers。 VR クラスは人数も少ないことだし、ドライブしての実践訓練のことを考えれば確かに効率的か。稲川さんはそれでいいかしら？構いません、明日にでも金剛先生と再戦して合格をいただくつもりですし。クズリュウさんは？治療プログラムになど興味はない。だが強くなるために利用できるものは全て利用させてもらう。Ouais, c'est chiant quoi à faire. Ok, t'es cotonné? Puis ça servait à rien de toute façon. Les attaques, j'étais collé à son cul, ces attaques, elles me faisaient rien donc. Déjà, à la tâche de notre programme, il est dans le cas où il se。もちろん我との修行もこれで終わりではない。修練の道は果てなく遠い。はい、金剛先生、これからも厳しいご指導をお願いみんな一緒に頑張ろうね。頼もしい限りである。 Peut-être on verra bien。 次の定期戦が楽しみね。本当に楽しみだわ。物語を楽しもう。On fait 4 chapitres. Bien balance. Alors, les petits cœurs. En gros, ça serait bien qu'on passe sur d'autres persos maintenant, genre que je puisse rejouer Rinka, ça serait pas mal. Et Momo aussi, ça serait pas mal aussi. これに決めた。交代しよう、マナちゃん。承知しました。セーブをかけ、セーブをするわね。ズー、ça sera bon pour ce soir. Hop, demain horizon, vendredi prochain la suite. Voilà, allez, bonne nuit, à la prochaine.